ちぬプリン将軍エムニだ。今日はね、ちょっとあの衝撃的なタイトルの記事がね、ネットの方にあったので、ちょっと皆様にも紹介したいなと思って、動画を回してる2だ。そのタイトルが、退学したくない大学生の姫ということでね、今ね、もうこれ結構話題になってるというか、学校をね、辞めたくないけど、こう辞めざるを得ない状況っていう、学生がね、すごく多いっていう風にね、ニュースになってる2だね。まあ、具体的にはその新型コロナウイルスの、感染拡大の影響で、例えばアルバイト先を、まあ、失った大学生とか、あとはね、ほらもう、ほら家庭の方がさ、もう実家から通ってても、お父さんの仕事のがね、ちょっとなくなっちゃったりとかさ、経営が苦しくなったりとか、そういうので、まあ、窮地にね、立たされてるっていう、大学生がね、いっぱいいるにだね、やっぱ食費とかさ、家賃、また学費、就職活動費とかもね、かなりかかるみたいで、これがすごく今大変みたいにだね。で、国はまあ各大学も支援をまあ急いでいるが、学生から退学したくない、夢を諦めなければいけないのかとかね、そういうあの悲痛な声がね、まあ聞こえてくるということで、まあちょっと例が出てるんですけれども、まあ今は我慢ということで、これ男子大学院生22歳の方ですね。新型コロナの影響でアルバイトがなくなり、4月から収入はゼロになったと。で、この先、3ヶ月の、家賃はすでに支払いを待ってもらうようにお願いをしたと。まあこういう状況だから、嫌な顔を一つせず、受け入れてくれた、大家さんにね、まあ、支えられていると。いい大家さんですね。まあ、大家もきついだろうからね、いろいろ。で、母子家庭で育ち、高校3年生の時に、母に金銭的な面で迷惑をかけずに大学に進学すると決意。だから、今の、まあ、状態でもね、母には相談していないと。なるほど。貯金はもうすぐ底をつく。まあ、家賃も払えない状況だからね。貯金ももうきついだろうね。政府から一律給付される10万円も家賃で消える。まあ、それは間違いないですね。この状況が続くと耐えられなくなると。そういうことか。アルバイトもなくなっちゃって収入ゼロになってんだもんね。で、貯金がもう切れそう。で、家賃は待ってくれるが、もう払う目処が立ってない。お母さんにも頼れない。いや、これは本当にきついよな。いや、これは本当にきついわ。で、ちょっともう一つあるのが、別の男子大学3年生、20歳、20歳ですね。は、アルバイトの仕事がなくなったため、実家に身を寄せている。ああ、なるほどね。実家に帰ったパターンだね。学費と生活費はすべてアルバイト代と奨学金で賄ってきた。実家も金銭的な余裕はない。いつまでも世話にはなれない。新しい働き口を探しているが、コロナの影響で募集自体が少なく、次の目処が全然立っていないと。で、将来の目標があって大学に進学したと。なるほど。これまで何とか頑張ってきたので、途中で退学はしたくないです。そうね。そうだわ。まあ、彼らのような、まあ、困窮する学生を対象に、文部科学省は1人10万円を、支給する方向で準備を進めていると。各大学も独自の給付や学費の、納付期限延長など、まあ、施策案っていうのをね、出している。だからそれはあくまで一時的なもので、学生の将来への不安を、まあ、拭いきれていないということでね。そうだね。実家に帰ってもね、いつまでも実家には頼れないし、これは大変な状況だよね、本当に。で、新たな仕事を探しても、やっぱりなかなか今仕事がないと。どこもね、募集かけてるとないだろうね。なんか、コンビニの店員さんとかもかなり新人の人なんかいっぱい入ったイメージがあるにだ。なんかほら、やっぱ何店舗か行くじゃん、コンビニって。で、いつもさ、決まった顔ぶれだけど、なんか新しい人多いなって最近思うから、やっぱりね、とか、あと、ウーバーイーツの人とかね、かなり多いよね。道端とかでよく見るから、ね。やっぱりそういう仕事にこうシフトしてる方もね、多いんじゃないのかなというふうに、思うにだね。で、なんか女子大学院生のね、お話もね、出てるんだね。就活ができるのか、先行きが見通せないと。これ、女子大学院生23歳にだね。は、
就職活動への影響を懸念するとしている。研究がしたくて入学し薬学を学んできた。しかし今はコロナが学びの場へ、暗い影を落とす。研究室への出入りは禁止。禁止されてるんだ研究室ね。今後禁止が解除された後も、居酒屋など人が密集する場所に出入りした場合、2週間の自宅待機というルールが定められた。あ、そんなルールがね。あ、そうなんだ。結構厳しいですね。研究ができなければ入学した意味がない。4月、初旬に、居酒屋のアルバイトを辞め、人との接触が少ない、早朝の品出しの仕事に、変えたと。なるほど、仕事も変えたんだね。それによって収入は激減。先輩たちからは、就活には交通費など100万円近くかかったと聞く。あ、就活もそんなにお金かかるんだ。翔くんね、就活がそんなに大変じゃなかったんで、美容師だったから、ね、全然大変じゃなかったんでね。なるほどね。100万円も就活にかかるのすごい。で、今のままでは到底足りないと。夢を諦めなければいけなくなるのか、将来に対しため息が漏れるということでね。いや、この女の子もすごい大変ですね。まあさ、なんかね、大学行ってさ、遊んでるようなね、バカっていうのも正直ね、いっぱいいるのよ。将軍も周りでね、いっぱいいて、見てきてるから。ただこうやってさ、もう本当に勉強したくて、ね、で、真面目に今までさ、アルバイトとかやってきて、自分でね、どうにかしてきてた人たちがさ、こうやって、ね、学べなくなる。で、そして学んだ先もさ、今ね、企業とかもね、なかなか、雇ったりできない状況にだで、いや、もう本当に、ね、もう歯がゆい気持ちだよね、こういうのを見てると。もう本当ね、もう運が悪いじゃ片付けられないよね。まあ本当にね、まあ今、学生もね、大変な時期で、まあこのね、誰も今後の状況がね、やっぱ分からないにだよ。で、まあね、今後どうなっていくのかっていう不安もあるし、まあおそらくここ数年は就職に関しても、まあ企業はね、採用に関して、消極的になり、かなり厳しい状況になるとね、予想されるにだ。で、まあ普通に大学に行き、就職する、まあそんな当たり前のことがね、もう当たり前でなくなる時代が、もうね、来ることになるにだね、この状況だと。まあ暗い世の中ですが、まあ必ず突破口はあると。若い世代にはね、まあ諦めずに、まあこの今だからこそできることもね、必ずあるはずなんで、ちょっとかなり厳しい時期ではありますが、新たなね、道っていうのを模索してもらって、ちょっとやっていきたいなと。思うにだね。いろんな仕事、いろんな働き方、それが、ここ、まあ今、この時代から始まっていくと、将軍は思うにだで、まあ諦めずに、まあちょっと確かにね、ちょっと運は悪かったのかもしれないけども、けどやっぱりね、人生生きてたらさ、ね、運悪いことなんていっぱいあるにだよ。だから、今そのこの置かれた状況で何ができるか、今この置かれた状態でどれだけベストを出せるか、っていうことが、やっぱり常に生きていく中で大切なことだと思うんで、今何ができるのかっていうのを考えていくことが大事だと思うにだ。ぜひ頑張ってください。ということでね、もしよかったら皆さんの意見も下のコメント欄に聞かせてくださいにだ。以上、プリン将軍でした。将軍 TV、マセ！チャンネル登録しないと、幸せにだよ。ご視聴、カメサワムにだ。